メ屋ン蔵ムサシは日本のラーメンチェーン店。東京都新宿区に総本店を構え、渋谷、上野、池袋、秋葉原、高田の馬場など都心部を中心に15店舗を展開する。様々な企業や大学とのコラボレーション企画など新しい試みでも知られている。新型コロナウイルス流行以降は急遽 EC サイトを立ち上げたが、企業向け商品の開発や、 ライブコマースなどの企画に目を向けるきっかけになった。運営母体は東京都新宿区西新宿に本拠を置く株式会社麺屋武蔵1996年の創業。アパレル出身の創業者山田武氏は従来にないラーメン店を作りたいとの思いから1号店麺屋武蔵を東京青山に開業。現在15店舗。こ山いぎを胸とするを 経営理念に革新的で上質を追求するとともに、数々の企業コラボレーションをはじめ、店内にジャズの BGM を流す空間演出や期間限定麺の発売、券売機の導入などを行ってきた。ラーメン通りの間では、1996年にオープンした青葉、クジラ県とともに96年組と呼ばれることがある。山田武氏は、 ラーメンの基本的概念やあり方を変えたと自称している。店舗は海外を除くと東京都内のみ。これを同社では門外不出作戦と呼んでいる。また広告も一切出さず、すべて取材と口コミだけに頼っている。二代目社長、八つ次郎が就任して以降はつけ麺にも力を入れ、現在では 全店で、つけ麺の注文数がラーメンを抜いている。東京都内の15店舗のほか台湾や中国、マレーシアなどのアジアから、アメリカ、ウクライナ、ポーランドなど、欧米諸国にも展開。武蔵ラシラ麺特に、麺や武蔵シレイレイというように、もう一つの野号を掲げる、ダブルブランド店では店長に全てが任される。社長は、客数だけを見て、 減少傾向になった場合のみ改善を要求し、各店舗の店長に味やネギめまでを任せている。社員には味の前にクレンリネスを教育する。ラーメンの味付けは動物系と魚介系の二刀流スープを特徴とするが、全店で味が違う。創業者が宮城県の石巻水産に依頼して作らせたものがベースになっており、鰹節、煮干し、 サンマ干しなどの魚の乾物を使用している。業界では比較的高めの単価に設定し従業員の待遇改善につなげている。メインや武蔵では複数の企業や大学とのコラボレーション企画を行っている。花粉症対策ラーメンインフルエンザ対策ラーメン、熱中症対策フローズン冷やし、中華医療従事者応援冷やし麺。 三陸産のホヤは7割を韓国に輸出していたが、東日本大震災の福島第一原発の事故で、韓国政府が水産物の輸入を禁止したことや、日韓関係の悪化などのため需要は激減、販売価格も下落するなど苦境に立たされたが、国内需要の掘り起こしを図り、同社がホヤラーメンを開発、東京で試食会が催された。ホヤラーメンはホヤの殻で出汁を取り、 ほやびしを載せたもの。2020年2月に売り上げが2割減、3月に7割減まで落ち込み、4月に入って感染拡大が長引きそうだと考え、増収策の検討や資金繰りに奔走するとともに、生麺と具材、スープのお土産ラーメンセットの店頭販売を開始。続いて自社のウェブサイトでの販売を始める。4月中旬にはデリバリーも開始。 それが縁となり、4月末には EC サイト構築サービスのベースを立ち上げる。濃厚つけ麺3色セットはゴールデンウィーク中に約400セットが完売。その後、EC サイト専用のラーメンを開発する。現在代表者を務める八木次,次郎は子供時代から大のラーメン好きで、メン武蔵創業時は大学生で坂戸にある丸町のつけ麺。 にはまり年間100日は通っていたほどであった。一旦は一般企業に就職したものの独立を考え2001年2月24歳で麺屋武蔵に入社。2003年には上野に開店した麺屋武蔵サ部骨の店長に就任。新宿総本店店長を経て2013年2代目社長に就任。著書麺屋武蔵ビジネス五輪書がある。以上その他。 ハット ABCDEFGH メンヤ蔵公式サイト会社概要2019年9月30日閲覧メンヤ蔵公式サイト店舗一覧2019年9月30日閲覧 AB 日本の底力社長チップス株式会社メンヤ蔵代表取締役八木二次郎社長2019年9月30日閲覧 AB 事業継続のためにデジタルと二刀流、ラーメンチェーンメニア、ー、武蔵の秘策とは、日経エクステック、2021年3月22日、閲覧。ABCDE、ザニュースマスターズ東京、マスターズインタビュー2017年5月29日から6月2日、OA、2019年9月30日、閲覧。ABC やつぎ次郎、 メンヤ蔵ビジネス五輪書ハット ABC 第20回東京ラーメンオブザイアートルゴリララーメン対象2019から2020ハット ABCD ラーメン界の革命児が異色のコラボに力を入れる理由二代目社長に聞くビズスパフレッシュコタジマ大輔。2020年5月11日閲覧ドコモ団ン会クラブ2019年9月30日閲覧 ABC メインヤムサシがラーメン会で存在感を放つ理由その裏側には現場に任せるフードがあった。2019年9月30日閲覧。ABCD アップルタウン2008年5月号ナンバー 2642P ハットロカッテヌズ24正直レビューロッテとメインヤムサシがコラボしたつけガーナ2016を食べてみた一杯に チョコレート1.5枚分は完全にやりすぎ。佐藤秀則2016年2月5日。2019年9月30日閲覧。チョコが入った味噌カップ麺ロッテなど20日発売。月間不動産流通アパ社長シリーズ第3弾。アパ社長ラーメン4月5日。新発売。アパホテル2012年3月27日。2019年9月30日閲覧。 ネトラボマイナスグラノーラは調味料。メ屋ン蔵ムサシが、フルグラとのコラボラーメンを10月19日より、展開2015年10月15日21時10分。2019年9月30日閲覧。江崎グリコ株式会社プレスリリース人気ラーメン店、メ屋ン蔵ムサシとのコラボ、アーモンド効果を使用したつけ麺メニューが、誕生2018年6月18日。 2019年9月30日閲覧。江崎グリコとメイヤームサシコラボメニュー販売。アーモンド効果使用2018年6月25日。キッチンステージ公式サイト。メイヤームサシ脱菜。2019年9月30日閲覧。メイヤームサシ公式ツイッター。2019年9月30日閲覧。ロッテとメイヤームサシがコラボレーション。イガーナ2019。メンヤ 武蔵浜松町店で2019年2月8日金曜日から数量限定発売2019年9月30日閲覧フェイビ麺や武蔵フェイビ究極コラボ低温調理肉に合う究極のラーメンを開発開始連載第1回2019年9月30日閲覧フェイビ麺や武蔵フェイビついに姿を現した究極のラーメン 先着六十名の未食イベントも開催決定。連載第三回。二千十九年九月三十日閲覧。リ・ダイン・メンヤムサシ・フェイビーが究極コラボ。低温調理肉に大量のウニを合わせたラーメンイベントを開催。二千十九年九月三十日閲覧。AB ・日本薬科大学・メンヤムサシが冷やし麺で医療従事者を応援さ産学連携で。 軽症者受け入れ施設関係者へ無償提供。タイムアウトイン。2020年6月27日、閲覧。フードドリンクニュース、メイヤームサシ日本薬科大学コラボ、花粉症対策ラーメンを限定販売。2018年3月1日15時39分。2019年9月30日閲覧。パークブログインフルエンザの予防にラーメン メインヤムサシと日本薬科大学が考案したインフルエンザ対策ラメンってどんなもの ?2019 年9月30日閲覧。日本薬科大学日本薬科大学メインヤムサシコラボ熱中症対策フローズに冷やし中華が NHK で紹介されました。2019年9月30日閲覧。月間漫画ライフ2019年10月号ボリューム737 NHK ニュースおはよう日本2019年10月29日放送2019年11月22日閲覧クレイターズからすべての業界のぶっ飛んだ人がここに集まる2019年9月30日閲覧 AB メン武蔵公式サイトマイナス代表メッセージ株式会社メン武蔵代表取締役社長八木次郎氏 2019年9月30日閲覧。第1回ラーメン総選挙つけ麺。冷やし麺部門ランキング1位から15位まとめ。第1位は、麺屋武蔵2020年7月1日閲覧。価格コム、お願い。ランキングゴールド第1回ラーメンつけ麺総選挙2時間スペシャル2013年7月27日。放送内容。2020年7月1日閲覧。 価格コム、麺屋、武蔵サシガーナミルクチョコレート、2021年3月1日閲覧、麺屋武蔵五輪ゴリンド公式サイト、2020年11月11日閲覧、ありがとうございます。